成人おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあお一人ずつお名前と成人迎えられて抱負ですねの方言っていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、お願いします。はい、山内彩です。はい、おめでとうございます。今年は新車を買うために、はい、コツコツと貯金をしていきます。はい、大人頑張ります。はい、おめでとうございます。はい、お願いします。島袋彩沙です。はい、おめでとうございます。あと20歳になったのでもう社会人になるんですけど、まあ、入社も控えているので頑張っていきたいです。はい、頑張ってください。おめでとうございます。どうもありがとうございました。はい、急なあやみです。急なあやみさんですね。はい、はい、で成人迎えられて抱負の方は何かありますでしょうか。夢でも何でもいいですよ。二十歳迎えたんでしっかり自立していけるように頑張りたいです。あ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあお願いします。宮城あかりです。はい、成人になったので、これから行動とか発言に責任を持って生きたいと思います。はい、はい、じゃあ頑張ってください。どうもありがとうございます。はい、成人おめでとうございます。ありがとうございます。はい、失礼します。はい、そうですね、成人として、責任を持って社会人に貢献できたらいいです。はい、わかりました。じゃあおめでとうございます。ありがとうございました。警察官になるために今頑張って大学で勉強してるので、いっぱい勉強して警察官になりたいと思います。はい、ありがとうございました。成人おめでとうございます。ありがとうございます。はい、佐藤美咲です。佐藤美咲さんですね。はい、はい、成人迎えられまして、はい、今年の抱負とかやりたいこと目標ありますでしょうか。ちょっと今学校に通ってるので、はい、将来看護師になりたいので、それに向けて勉強頑張りたいと思います。わ、はい、かりました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、どうも成人おめでとうございます。ありがとうございます。メドルマアイです。メドルマアイさんですね。で今年成人迎えまして、目標とかなんか抱負みたいなものはありますでしょうか。しっかりした大人になって、今までとは違うより大人になっていきたいと思います。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。はい、宮城七瀬です。宮城七瀬さん、はい、はい、成人迎えまして、はい、夢ですとか抱負で目標等ありましたらお願いします。去年の11月から社会人として働いてるんですけど、はい、今年の目標は一つの仕事を頑張ってやり抜くことです。うん、あ、はい、素晴らしいです。はい、成人おめでとうございます。ありがとうございました。前藤渚渚さんですね。はい、成人迎えられまして二十歳になりまして、目標とか、なんか抱負みたいなのありますでしょうか。素敵な大人になりたいです。はい、はい、なんか頑張ってください。はい、ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、成人ということで責任を持って素敵な大人になれるように頑張ります。はい、おめでとうございます。お願いします。今年からはもう大人になるので責任を持って行動したいと思います。はい、わかりました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。